ツッコミニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングをご紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です、はい、男子ゴルフのメジャー第一戦マスターズトーナメントは7日日本時間の今夜 オーガスタナショナルゴルフクラブで開幕します。はい、史上4人目となる大会連覇を狙う松山英樹選手のほか、うん、去年の自動車事故で大けがをしたアメリカのタイガーウッズ選手も復帰。松山選手の前の組でスタートするという方です。ね、あの知らなかったんですけれども、えーと、前日に歴代チャンピオンが集まってあの食事会があるんですよね。チャンピオンズディナー歴代の<え>チャンピオンが集まるんですか。そでその前の年に優勝した、はい、あ人がホストとなる。 あってメニューとかを提供するということで<え>、まあ今回もちろん日本人松山選手が優勝したということで、えー、はい、え例えば宮崎牛をベースにしたもんだったりとか、うん、アマオ。 を使ったショートケーキが提供されて各選手がですね歴代チャンピオンが最高に美味しかったらそらそうやろという話なんですね。であのグリーンのジャケットに袖を通してその写真が今日も各新聞に載ってますけれども本当に華々しい改めてこの人らはゴルフ上手なんやな思いながらそらそうやろマスターズ歴代優勝者ですよゴルフうまいやろなって。 さあ続<々>いて、はいはい、いきましょうか。うん 全国の書店員が最も売りたい本に送る本屋大賞の受賞作が昨日発表され。今年の大賞に逢坂冬馬さんのデビュー作。同志少女よ、敵を撃て。が選ばれました。うん、ドイツとソ連の戦いを舞台に、ソ連軍の狙撃兵となった少女が。女性だけの正体の一員として、理不尽な戦争を生き抜く物語ということです、ね。あの、今回、あの、実は有力というふうに言われてたんですけれども、はい、まあ、ご本人もおっしゃってましたが、その時代も合わせてというところ。うん ですね、もちろんこの流れだったから取ったというんじゃなくて作品が純粋に評価されたということなんですけれども<え>あの一方でこの状況に目を向けては、背を向けてはいけないということで、うん、その売り上げの、ね、一部をこう、はい、ウクライナの支援のためにということもおっしゃっているそうですので、えー、いろんな意味で今回、本屋大賞がまた注目されて僕自はととても嬉しいなといいなうに思いますねさあそれではニュースランキングまずは第5位。 2014年秋からリニューアル工事が続いていた阪神梅田本店が昨日グランドオープンを迎えました。 100メートルにわたり33店舗が軒を連ねるスイーツストリートでは、うん、関西初上陸のブランドが数多く出店総在校内でも世界中の料理を揃えるなど食の阪神を全面に押し出していますあの改装前に阪神百貨店での食の売上っていうのは44%全部の売上の中でこれ23年、えー、来年以降は食の売上がおよそ6割58%に達するということで,でかいかに食の阪神というのを売り出して、えー いっているかということなんですよね、はい、全国的にこのコロナの影響でほら百貨店自体のあり方が問われていて、ええ、特にやっぱこの10年ぐらいで、えええー、4分の1ぐらい25%ぐらい売り場面積全国減ってる中で、はい、大阪この特にこの大阪梅田南波周辺だけは5.9%しか減ってないんです、ね、はぁ 大阪人やっぱり百貨店、好きなんですよで。晴れの日にはやっぱりね、<laughs> 誕生日とかね、ケーキ買いに行くんですよ、百貨店に。そう、まあ、その中でこの食の阪神がまたね、どんなものを出してきてくれるか楽ししみでしょう、ね、はい。はい、さあ、続いて第4位、<laughs> アメリカの雑誌、フォーブスが発表した今年の世界の長者番付で、アメリカの電気自動車大手、テスラのイーロン・マスク CEO が初めてトップとなりました。ね、保有資産は 日本円でおよそ27兆円です。すごいね。 あのその後にアマゾンのジェフ・ベゾスさんとかいよいにはビル・ゲイツさんおなじみの人たちも入ってるんですけど、はい、まあよく言われてるようにあの世界での超富裕層の人資産が5億円以上ある方という方が、うんえー、およそ全体の1%で5100万人、うん、その方だけで世界の富の38%およそ4割を持ってらっしゃるなんでやねんですよねほんまにびっくりしますよねで、その下の1億円以上の方々の富裕層と言われる方々で5億人ぐらい いらっしゃるんですその方と合わせると76%その人たちで世界の富の76%をめて、えー、残り20 40億ぐらいで残りを分け合ってるということ、はい いやこの人たちにやってきたことをすごいしもちろん社会貢献もすごくしてらっしゃってこれはこれですごいことなんですけどうん、うん、一方でこの、まあ、よく言われる貧富の差みたいなものも合わせて考えないといけないニュースだなと続いて第3位重要な物資のサプライチェーン供給網の強化などを盛り込んだ経済安全保障推進法案は今日衆議院を通過して参議院に送られる見込みで、うん 今のの国会での成立が確実となっています、まあ、今回の目玉の一つでもあったんですけれども、はいまあ、もちろんどういった形でえ国が関与していくのか、ね、コントロールしていくのか一方でえ経済の自由みたいなところも含めてどう考えていくのかということなんですがやはりこのウクライナ情勢等々を考えたときに、はい、いろんなところで物が届かなくなってくる必要なものが届かないとなってくるとコロナの仕組みを作っていかなきゃならないということですよね。はい、はい続 続いて第2位は厚生労働省に新型コロナウイルス対策を助言する専門家組織は全国の新規感染者数の状況について。 全年代で増加傾向にあり特に10代から20代で顕著だとする分析をまとめました、うん、会合に出席した複数の専門家はすでに流行第7波が始まっているという見解を報道陣に示しました、うん、あのなんか数字を見ているとそのグラフの上がり下がり見ていると、えー、第7波になってきてるのかなというところありますしまた一方でわれわれもこのコロナと本当どう向き合っていくのかというのを、はい、この3年も毎日このことをずっと 考えてました、からね、うん、その、えー、重症化しない、またはされた方をどう手厚く保護して、われわれはうまくその経済とのバランスを取りながら生きていくかというのは、改めて問われるところだと思います、はい、続いて第1位はアメリカのバイデン政権は6日、ロシアへの追加経済制裁として、最大手のズベルバンクとアルファ銀行の資産を凍結するほか、 ロシアへの新規の投資や主要な国有企業との取引を禁止すると発表しました。突っ込み。さあこのニュースはですねこの後須田さんとお電話つなぎましてじっくりと聞いていきたいと思います。時刻六時二十四分です。この後は須田慎一郎さんの登場です。 上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻6時25分になりましたここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございますはいおはようございますおはようございます、えー プロ野球が開幕をいたし。<laughs> ておりますけれども、そうですね、まあ、ご存知かもしれませんけれども、えー。聞いていいんでしょうかね、これね。阪神タイガースが開幕九連敗だったというのは、ご存知でいらっしゃいますでしょうか。いや、いよいよね、明日からメジャーも開幕っていうことでね。<laughs> なんか楽しみですよね。メーーアメリカのね、大谷,大谷がね。そう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 。えー、初の二刀流で。えー、うちのスタッフが聞いたところ、昨日打ち合わせの時間をですね。一対零で順調に進んでる時は、この後すぐと言ったら、もういいだろうみたいな話になったとか、ならないとか。 <laughs> えー、大変だったそうでございますけれども、えー、改めて今シーズンのタイガー,ソースを、いやいやそれ、ね、悪いところばっかりで目を向けてたんでね、明日が見えてきません、いいところを見ていかないとなな、ね、でも、昨日<の>伊藤投手、良かったですよね良かったですね、<ー>やっぱりそういった点でいうと、まあ、問題点はね、えー、抑え不在、この抑えを、ね、バーンってやれば、<ー>もう先発も出てきましたしね、<ー>それとね、あとね、チーム打率、結構いいんですよ、今季。 近本もですね、序盤いいですからね、序盤いいですからね木浪のホームラン打っちゃったっていうね、打つと思いました、木浪がホームランをね、今シーズン、いういうところとあって、んだこのみたいないや、でもさ、日ねあね、1対0で自身でタイムリーが5回に出てですよ、伊藤選手の。で、1対0完封となったら、江夏さん以来だったんですね、あのサヨナラホームラン以来のね。 <で>そうなんですよね。有、う、名、ん、いやあるなと思ってたんとやっぱり最後の最後そう簡単には勝たせてくれなかったですね。 まああの次の期待がね、うん、まあそういった点でいうと、やっぱりね、どうなんでしょうね、打線、調子悪いわけじゃないんだけれども、機能してないな、チャンスで打てないなっていうのは、ちょっとね、一つ問題として出てきたし、果たしてこ、ここにこの人かって、具体名は挙げないけれども、ちょっと采配もですね、ちょっとあまあね、少しガラついてんじゃないかなと、その辺が落ち着いてくれば、もう連勝街道まっしぐらじゃないかなと。やっぱり改め思い ますけど今の野球ってこの逆算するというか後ろからどう考えるかみたいなことを言いますが、ね、やっぱりそこをしっかりしてるかしてないかと改めて近代ベースボール大きいんですね感じましたね、まあ、昨日はあと、うんえー、しかも甲子園ですからねちょっと頑張ってほしいなと思いますけどねいよいよシーズンも、ね、始まりますので、はい、そんな話をちょいちょいあのスターさんにはお聞きしつつ今日これ一本でずっと走るんじゃないですか。 そこまでは耐えない。これ一本でずっと走るってすごいよね。はいえー、今開幕しかも今から十一試合振り返ったところで備えに値たないですからね。はい。<laughs> はい、ではニュースの方お伝えしていきたいと思います。こちらでございます。はい、さ六時二十八分になりました。このニュースからお伝えしましょう。さあロシアへの制裁強化各国の足並みはというところでございます。 ウクライナの首都近郊で多数の民間人の遺体が見つかったことを受けましてアメリカのバイデン政権は6日ロシアに対する追加の経済制裁を発表しました日本政府も G7 を含む国際社会と連携して適切に対応すると強調していますがさあこの制裁強化に関する各国の足並みについてスターさんに解説をいただきたいと思いますさあ改めて経済制裁の強化というところなんですが佐さん解説いただきたいと思うんですけれども やはり、ですねこのウクライナの首都金ーウ近ブチャなどで,ですね民間人の、ね、犠牲者がしかも悲惨な状態で,で、えー、数多く出てきたということで、うん、この制裁に関しても私は新たな局面を迎えたんだろうなと思いますね。というのは、ですねやっぱりこの人権という問題、はいうん、あるいは人命という問題に対して、ですねやはりあの日本がそれに対して消極的とは言わないけれども、うん、やっぱり欧米というのはかなりこの辺については 強く反応すするんですよ、うん、やっぱりその、えー、レッドラインを超えてき超えてしまったなとロシア軍のやってることはと、うん、いうことなんですね、うん、ただちょっと話が横にそれるんですけれども、うん、じゃあ、えー、ロシア軍のこの残虐な残酷な行為というのは、うん、今に始まった問題なのかっていうと、うんえー、必ずしもそうではなくてですね過去チェチェンやあるいはシリアで、うんえー、こういったことを繰り返してきましたし、うんえー、むしろですね、えー、ロシア軍ってこうあ,のある意味で えこ,れもこれほどまでにというかですね意外と長くこれだけ戦闘を続けたことってないんですね短期戦型のえこれまであの戦争をやってきたわけなんですよ。というのはですねやっぱりねあのその地域に入ってですねかなり残虐な残酷なえ戦闘行為をやることによってそのやっぱり相手からの情報を引き出すというのがロシア軍のやり口なんですよ。 ええ、だからおそらくです、ねえー、今回、ウクライナにおいてもです、ねえー、これまでのようなそういった残,残酷残虐な行為をやってきただろうということは十分に予想がついていたうん、うん、あそしてです、ね、案の定、えー、その現地へ入ってみるとです、ねえー、そういった状況が たたくさんん見つかっとということなんですねですから、まあ、この最大級の制裁というふうに今言われてますけれども、うん、こういった経済制裁についてはおそらくやらざるを得ないだろうと、うんえー、次のステージに上げるという、ねうんえー、状況に、えー、なってきたのかなと思いますねこれはのロシアで一番大きな最大規模の銀行の、ね、取引を禁止したということなんですけれども、はいうん、逆に言うとここはまだ取引は禁止してなかったということなんですねうん、うん、今までね。 そうなんですね<ー>あのこのズベルバンクとですね、うん、そしてもう一つまあ、今回ですねどうやら制裁から外されたようなんですが、うん、ガスプロムバンクというですね、うんえー、ロシアナンバー4のですね、うん、ナンバー4の、うんえー、銀行があるんですけども、はい、ここがなぜかあの当初の制裁から外されていたんですね、うん、どうしてかというとですねあのロシアからですねまあ ヨーロッパあるいは日本がですね、えー、天然ガスや石炭石油を輸入するにあたって、うん、そのエネルギー代金の決済に主として使われていたのが、はい、このズベルバンクとガスプロムバンクなんですよですから、えー、そこをですね制裁をしてしまうと資産凍結であるとか、えー、資金移動を禁止してしまいますとね、うん、要するにその返り値を我々も浴びることになるということで、うん、そのエネルギー輸入に関しては我々私たちにとってエネルギー エネルギー輸入に関しては、うん、その代金決済は例外ですよ制裁外ですよという形をとっていたためにですね、うんうん、そこだけが抜け残されたんですね。うんうん、でそうするとですね今回ズベルバンクを、えーまあ、あの制裁したということを考えてみますとねエネルギー輸入に関して私たちにとってのエネルギー輸入に関しても今後非常にこう厳しい状況になってくるのかなと思いますね。あの一方でアメリカの政府公館とかはです、ねあの直ち そのエネルギー問題にね直結しないようにはなるというようことを言ってるんですけれどもでも実際ここの蛇口閉めてしまうということはですよどこかで影響あるんだろうなといううに出ないと意味がないですもんね。 えー、相当大きな影響が出てくると思いますね現実問題としてですね今日本の銀行もですねほぼほぼロ,ロシアに対する送金というのを、うんえー、ストップしてる状態があるんですよ、うん、つまり今この銀行はダメですよこの銀行はダメですよしかも、えー、最後手の銀行の資産を凍結しましたよというふうな形で、うん、まだ抜け穴は残ってるんだけどもその抜け穴を使ってですね、うんえー、送金しようと思ってもですね、うんえー、現実問題としてその 個別の銀行等行では取り扱ってませんっていうケースが相次いでるんですね。ですからそれはどうしてかというとですね、えー、スムーズな形で、えー、制裁できないのではないかっていう状況になっ。て スムーズな状況で送金できないんではないかということにもなりますし、うん、でもう一つはねこの輸出入に関して言うと、うん、あの信用状っていうのを発行すするんですよ、はいうん、要するに、えー、きちんと物品を送ってますよサービスを提供してますよというのを銀行で作ってもらってそして送金をするんですけれども、うん、その信用状というものをもう作ってくれなくなってきたんですよ。おー だから送金自体はでき,るできるような体裁を取ってるんだけども現実問題できないというね、えー、状況に今ななってるわけなんです、ね、これあの例えばそれこそ経済制裁でね始まったところから言うとロシアとのそういった取引が例えばもう100か0かみたいな話になった時にほぼ我々はもう100に近いような状況なのかなと思っていたら<え>決してそうでは今までなかったわけなんですよね。 えー、でこれを菅、まあ、田さんおっしゃったようにもう本当にもう最後の最後の最後締め切ってしまうでまだこれでも100%くぐっと締め切ったってわけではないわけですか そうですね先ほど申し上げたようにガスプロムバンクであるとかズベルバンクの資産を凍結してアメリカ企業との取引は禁止してますけれどもそうは言ってもまだそれに日本は追随していない。とは言ってもアメリカの顔色を伺ってますから実務の面で現実問題として言ってみればズベルバンクを使うことはできなくなったという状況になっているわけです。 ね、これさあの、日本はどういうスタンスでじゃあ、改めて向き合うかということなんですけれども、そのあたりは日本としてはです、ね、うん、これ、あまり、ね、選択肢がなくて、アメリカに追随していかざるを得ないっていう状況があってです、ね、これ、実務の面でも政策面でもないですけどね、例えば、ね、ちょっと話をここにそれるんですけれどもど、うんあの、マネーロンダリングっていうのがありますよね。はい マネーロンダリングに対しては、えー、銀行は非常にこう厳しい目,目線を向けていてその疑われる取引については取引しませんというスタンスを取ってるじゃないですか。主としてです、ね、これ反社取引、反社会的勢力との取引っていうことが私たちのイメージで上がってくるんだけども優先順位からするとです、ねえー、それがでトップにあるわけじゃなくてトップにあるのは銀行は何を気にしているかっていうとアメリカの政府が、えー、禁止した 政府国との取引金そして禁止した国の企業、うん、これについてはですねマネーロンダリングの観点からアメリカはストップしてるんですよ。はあ、で日本もですねうん、うん、これが一番の最優先なんですね。でそういったルールや規則はあるわけじゃないんですよただそこに気を使っていかないとそのアメリカの金融当局から、うん、あるいはアメリカ政府からですね、えー、何かコンペナルティーが課せられるんじゃないかというリスクをはらんでますんでね。なるほど、うん うん、だからまあアメリカとまあ一体化してるというふうに考えてもらっていいと思いますね,こ,こ,はね,ねこれどうですか、まあ、あの間接的に我々がどこまでこうなんだろう協力できるのかみたいなところも含めてあると思うんですけれども、うんはい、どこのことにおける日本国内における影響みたいなの増田さんどう考えたらいいですか まあ、おそらくです、ね、これからです、ねえー、ロシアから、まあ、日本の場合はです、ね、天然ガスを、ねうんえー、輸入しているわけなんだけれどもこれサハリン2というところからです、ねうん、輸入していて日本のです、ねえー、天然ガスのです、ね、需要量の約10%、うんはい、そから賄ってんですよでおそらくです、ねえー、権益は持っている日本の企業が生産はしているんだけれどもそれを日本国内に持ってくるということが非常にこう難しくなってくるはずなんですよ。うんうんはい でそうなってくるとですね、えー、途端にそのエネルギー需給が悪化してきますから、えー、電力料金が今よりもどん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 上がっていくなんていうことも やっぱりこれ間違いないななな動きなのかなと今もじわじわ上がってますもんね電気料金もっと上がっっててくるってことですよね電力料金ガス料金が上がってくるということで,で、ね、私たちもそれに対してですね今回の戦争の対価を払わなきゃならないという状況になってきてきますね,ね、まあ、結局そこが上がるということはいろんなものの値段に影響してきますもんねもの、ね、を作る際含めてなんですけどエネルギー代というのは必ず乗っかってくるわけですからね。はい えー、あのですからこの4月1日からねさまざまなものの値段が上がりましたっていうのも、うん、一番のベースにはやっぱりこのエネルギー、ねえーまあ、代金のです、ね、値上げというのがあるっていうふうに考えてもらっていいと思いますね、えー、うすこういった状況の中で我々が一体何をできるのかということにはなってくるんですけれども、うんまあ、この状況で見るとですからやむなしという言葉で片付けるのもどうかとは思いますが佐さんやっぱり我々にも、えー、そういった影響は出てきているということ ですねねこれねそうでから、まだ景気が十分に回復してない中での物価の上昇という状況になりますから、はいうん、そういった意味ではです、ね、やっぱり政府の責任は非常に大きいんじゃないのかなと、うん、ですからこういったウクライナ危機という、ね、世界的にも未曾有の危機を迎えているわけですから従来やっていたような経済政策だけではもう間に合わない例えば消費税減税なんていう、ね、かなり思い切ったことをやらないと、うん、要するに、えー、私たちも確、ね、かにウクライナに協力したいんだけども、うん、現実は 問題として大きなん痛みになってきたよね,ね。っていうことは、回避したいと思います、ねうん。その通り、それを、今度は政府がどうコントロールするかってことですよね。はい。はい、はい。では、続いて、でございます。六時三十九分になります。続いて、こちらでございます。さあ、ロシア国内で、プーチン大統領の支持率八十三パーセント、そのわけは。 えロシアの独立系の世論調査機関であるレバダセンターはえ先月31日のことなんですがウクライナへの侵攻開始後に実施したプーチン大統領の支持率に関する調査結果を発表しました支持率83%となりまして2月初めの調査から12ポイントこの1ヶ月で上昇したということなんですけれどもさあ国内でここまで高い支持率を誇るその理由ス田さんどんなところにあるんでしょうか。 このレバダセンターについてね、ちょっとあら,たじあらかじめ申し上げたとすると、ロシアのです、ねえー、独立系調査機関といっても、世論調査機関といってもです、ね、やっぱり政権の意向が強く反映してるんだろうとう思われてる、ね、リスナーの方もいらっしゃると思いますけれども、うんはい、ただです、ね、ここはです、ね、とりあえず欧米ではです、ねえー、最も信頼できる、かなり政府とは距離を置いている、そういう世論調査機関だという認識なんですよ。えー、そうなんちゃう 本当にここの支持率は83ありそううとということなんですかそうなんです、ね、あのですすねからこれはかなりフラットなというか、うん、現実の数字ではないかなと思います<ー>なんかこう特別な人が働いてた数字ではないと思いますねで今話にあったようにですね、うん、あのね、ー、今年2月に71%だった支持率が83%まで上がってきた、うん、でしかも,、えー、もうあの昨年11月に実施した世論調査では63%だったんですよ。 この63三て見ると結構現実的な数字かなと思いましたもんね。ねえ、うん、あのそういった意味で言うとですねウクライナに対して非常にこう厳しいスタンスを取ってきたそして戦争の可能性が高まってきたという状況からじわ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 こう上がってきてるんですよ。うんうん、ですからそういった意味で言うとですねロシア国民も。 確かにですね、まあ、あの言ってみれば1632人の調査ですからねこれが全てとは言わない言わないけれども、まあ、対面で調査したということなんですけれどもこれがですね今のロシア国内の基本的なというかですね標準的な空気感なのかなと思うんですよね。はい でじゃあどうしてこういう状況になってるのか私も非常にこう不思議に思いましてねロシア人の在日のロシア人の人に伺ってみたんですよ。 そうすると、ですねやっぱりプーチン体制途中でベドベージェフ大統領というプーチン大統領の傀儡みたいな人がつきましたけれどもそれを含めますと約22年間プーチン体制というのがずっと続いてきていると。 いう状況その中ではですね情報はコントロールされてきた、うん、でやっぱり多くのロシア国民が、えーまあ、情報を得ている情報源というのはですね、うんえー、主としてですね国営放送なんですよ。うん ロシアの国営放送、うん、いやいやそういうことを言ったって、えー、まあいろいろとですね例えばあのよく言われてるねあのノーベル平和賞を受賞した、えー、政権批判をやっている、うん、ノーバヤ・ガゼータっていう、ねはい、新聞だってあるじゃないか、うん、とかね、うんうん、あるいは、えー、海外にバルト三国に行った、えー、ロシア系の、えー、ネットメディアもあるじゃないかと、うん、言われるかもしれないけども、うん、そういった、えー、政権に批判的なメディアを目にしているのは支持をしているのは、うん、ロシア国外の 憧れた反政府活動家たちだけなんです。ってなるほど。えー、なるほど。うんうん、うん、国内の人はほぼほぼですね、えー、主な情報源をロシア国営テレビに置いているというのが実態なんですよ。そうなんだ。んじゃあ、例えばね。ウクライナのその首都近郊で、もう大勢の民間人の遺体が見つかったことについて、ロシアのラブロフ外相がフェイクニュースだ。あれは作られた映像だって言ったことも、やっぱりロシアの人はそうなんだって。信じるわけなんですか？ ベースとしては信じているしでもう一つはですねこういった時代ですから例えば SNS であるとか、ねはい、インターネットを通じて、まあ、戦争後にそれは遮断されていくわけなんだけれども、うん、あるいは海外在住の家族だ親類だとか知人と連絡を取り合う中で、うん、ロシアがウクライナで何をやってるかっていうのはうすうすは感じ取ってるわけなんですよ。うんうんはい つまり、えー、ロシアの、ね、国営テレビで放送しているっていうのはどうも違うようだ、うんうん、明らかに違うようだと考えている人たちもいる、だから支持しないと答えた人は15%程度出てくるわけなんですねあ逆に、まあ、そうか、それでいうと15%は支持しないって言ってる人がいるということも現実としてはあるということですもんね。 普通だったら99とか出てもおかしくないわけじゃないですかもしコントロールするとしたらなんですけどもそうなんです、ね、じゃあなぜってこれもねロシア人の方いわくですね、うん、あのロシア国民の特性としてねやっぱりあのロシア国営テレビになんか依存するというか、うん、えそこを見ていてそれを信じることが楽なんだと。 それは分かりますよおしゃはだからそれに対して異論を挟むとかねそれに対して疑問を持つとかっていうのは結構ねロシア国民の特性としてなかなかやりにくいっていうねあれほら3週間ぐらい前でしたっけカメラのところに紙を持ってきて戦争反対ってあれはロシアの国営ではなかったんですかね。国営でですすねねそうよ だからあ,<っ>ああいったことをやる人は先ほど申し上げた指示しない15%に入ってるし、うん、それを見て反応する人はその 15%, 15程度はいるんだけれどもうん、うん、ただ多くの人たちはいやなんか変なやつが出てきて変なことやってるなっていうふうに僕もあのテレビレベルのねその現地のに住んでらっしゃる方のインタビューを見 聞きしただけけなんですけど日本の方で、はい、なんか、えー、世論としてみると、うん、この戦争は不可避なんだと、うん、まあ向こうでは戦争という言い方しないですけどもこの進行は不可避なんだ避けられなかった状況なんだやむなしなんだということをイメージしてらっしゃる方も多いというふうに聞いてあ、えー、そうかともし自分がロシアの国内にいてあまり自分たちが悪いと思いたくもないってあるじゃないですか。あ<の>、えー となってきた時に心の逃げ所としてみれば、うん、えこれやむなしもうやむやえずやってるんだみたいに自分を信じないと、うん、気持ちの落とし所ないのかなという一般的に生活してるとね だからそ今ね和泉さん言われたように一般的に生活をしているとそう思った方が日常生活もスムーズに送ることができるでしょうし友人や家族内部でもですね余計な波風を立てなくてもいいですうし その方が楽なんですよ言ってみればそのまま信じておく方が楽なんでこれはでもいつの時代もそれは第二次大戦含めてそうですけれどもねうあのまあ我々こう情報を出す側の問題にもなるんでしょうけれども一方で何を信じるのかって言った時に今出どころも一方で多いじゃないですかそのネットも含めて。えーえー、ただ僕らが思ってる以上にロシアの国内の方と全世界の方とでは温度差がこれだけあるってことなんですよね。 ですからその国民が立ち上がってねある種こうクーデターであるとか大規模なデモがあって、うんえー、プーチン体制が倒れるというのは、うんえー、これは我々西側の幻想に過ぎないしそういった可能性は現状では、うん 限りなくゼロに近あの例えばその1つ5月9日のね対ドイツの戦勝記念日に一つのまあ勝利宣言なりイベントやるんじゃないかということなんですけど結局ロシア国内で誤解をせずに、ね、それでいいとなった場合ですよ周りの国ってこの経済制裁含めてですけどもどうすることもできないですもんね、うん、今のルールの中ではね。 そうですね、うん、ですから、えーまあ、2つポイントがあってですね一、うん、つはですね、えー、今日のニュースでも取り上げてきたようにですねあ、うん、あのー、まあ、あのキーウ周辺でねあの残虐行為が起こりましたと、うん、でそれがロシア国内に伝わってまあ、えー、国民はねロシア国民はどういうふうに反応するのか、うん、もちろんこれは国営テレビではですねテイクと。 うん、いう形で、えー、言ってますけれども、あれだけの残虐行為について、えー、国民がなんかこうね、ある種の気づきが出てくるかどうか、これが1点目、うん、そして2点目としては、ですねやっぱりこの経済制裁、えー、じわじわと、えー、ロシア国民の首をですね、真新しめるように効いてきますよ、うん、で、まあ、物品もですね、すね不足してきてますし、うんで、そういった時に国民は、えー、何を考えるのかっていうところなんだろうなと思いますね。 昨日ゼレンスキー大統領もその国連の演説の中で、ねうんうん、話してましたけど、はい、結局、まあ、国連自体というか、うん、国際組織自体がこの仕組みになった場合にこう大きな国が動いた時にはもうどうううしよももないってことこ、ね、ロシアを拒否権持ってますからねそれこそ国連自体も解散しないといけないぐらいだみたいなまでのメッセージありましたけども本当、須田さんこれ以降も含めてですけどどういうふうな国際的な安全の枠組み作っていくかっていうのを ありますよねこの一つの国がこうなっちゃうとね大きな国ですからちょっと心配なのはですね、うん、あのグループ化というかブロック化していく可能性が高いなと、うん、つまり、はいえー、そういった第二次世界大戦の反省というもちろんね、うんえー、国連そのものが、えーまあ、連合国っていうのが正式な、うんうん えね、まあ何て言うんですか、うん、日本語訳なんだけれどもとりあえず、えー、そうい言っても戦後ですねその国際機関として、うん、で戦争をなくしていこうじゃないかという方向に動いてきた、うんうん、でそれが全く機能しないという状況になってくるとですね やっぱり同盟国同士で固まろうよっていうねうえところになっていくそして今日も取り上げているようにこういった経済制裁というところが進んでいくとですね今ロシアに対してやってますしあるいは、えーまあ、あの米中の間でもでか リングとか分離団っててててて言われていて関係団に向けて少しずつ動き始めてますよね、うん、ある意味でこの経済のブロック化というところが進んでいった時にですね、うん、やっぱりその非常にこう軍事的なというか安全保障上の緊張感というのはぐっと高まってくるんですよ。うん、で私たちは今までねその経済に関しても相互依存性お互いに頼ってるんだからそ,、ね、そんなに簡単には戦争には踏み切らないだろうとう。うんうん いうふうに思ってたんだけども、はい、これだけ相互依存性が高いのにロシアは、ね、堂々ととウクライナを侵略してるむしろ相互依存性に、えーもうまあね、頼っていた我々がですね、うん、非常に何か逆に大きな痛みを感じているといます、ね、うふうに,にでこの反省に立って分離を進めていく経済制裁をやっていくとますますこの戦争のリスクが高まってしまうというね。うん いう状況にななってきてきるわけなんですね例えばそれこそ戦争犯罪というふうに言われていてもなかなかそれをオフィシャルに裁く組織が存在はしていてもですよ国際例えば司法裁判所とか刑事裁判所あってもそこに加盟しているしていないという問題があると結局意味がなかったりとか、うん、経済制裁といってもあのやっぱり100%ギュッと絞りすぎるといろんなところに影響出るんでやっぱり。 ちょっとだけでも蛇口を開けとこうみたいなことになってくると菅さんこれご顔をせずに言うならもうやったもんガチやんみたいなとこになってしまいかねませんもんねこれおっしゃる通りなんですね、うん、ですから、えー、まあ言ってみればですねロシアは2014年に、うん、クリミア半島に、えーまあしんまあ、併合しましたよねうん、うん、でそれを受けてかなりですね、えー、強い経済制裁ってやったんですよあこの程度なのとこの程度だったらしのげるよねということでそうですよね ウクライナ侵略が始まってますから、うん、独裁的な要素が強ければ強くなるほどますます指導者にとってはやりやすい状況になってますもんね今世界の枠組みで見るとねそうなんですね<ー>だから、えー、その中において冒頭あったようにですね、うんえー、国連が全く機能しないっていうねう、えー、状況を考えていくとあのこのこ今言われたよりも本当やったもん勝ち っていう状況になってしまったなあとで、うん、これをどう歯止めをかけていくのかっていうね、うん、そのシステムをどう構築していくかっていうことが今我々に問われてるし<ー>その答えが全く見つかってないっていうのも、うん、え現状なんだろうなと思いますね,すねはい。ではコマーシャルの後なんですけれどもさあそういった状況で我々日本は今後どんな風に向かっていくのかというお話を、えー、進めていきたいと思います6時51分です さあ、時刻、六時五十三分になりました。続いての話題、こちらです。さあ、防衛費上、防衛費大幅増に意欲。増額への壁とは？読売新聞が今月一日から三日に実施した全国世論調査で、今後、日本が防衛力を強化することに賛成。と答えた方が六十四パーセント、反対二十七パーセント。大きく上回ったことが分かりました。 また今月4日の共同通信の単独インタビューに応じた、えー、岸防衛大臣なんですが2023年度の防衛費をめぐりまして防衛力の抜本的強化のため必要な予算を確保したいと述べるなどさあ防衛費が大幅増,す増やすことに意欲を示していますさあこの防衛費増額についてスタさん我々はどう向き合っていけばいいんでしょうかまあこれどうでしょうウクライナ侵攻というものがあこの防衛費増大に向けてまあ 後押ししているところはあるんでしょうかね。うん、いやもちろんそうだと思いますね。で、うんえー、ただ逆に考えるとね、あのどうなんでしょうで、ねうんえー、今の日本の防衛費の対 GDP 費が1%を切っている。うんうんはい いまだにそうなのっていうね、ところで、ちょっと驚いてるというか、ですね意外に思ってらっしゃるナーの方も多いんじゃないのかなと思うんですけれども、やはり日本はね、憲法9条の問題であるとか、あるいは平和国家を目指すということで、歴代の政府がですね防衛予算、1%上がっても、死守してきたわけなんですね。ただ、その一方で、ですねこういう批判もあるんですよ。どううういいこととととか基準に合わせる うん、要するに日本の防衛費は GDP の1.24%にも達してるよという状況になってるんですね。 ごどうぞそ NATO 基準準と何なのかっていうとですね、NATO では、恩給と言ったらいいんですかね、言ってみれば、自衛隊員、あるいは軍人のですね年金もそこに加算されてるんですよ。であるとか、あるいは日本でいうと、この海上保安庁、沿岸警備隊的なところについても、これも日本は別立ての予算になってるんですが、要するに軍事費の中に加えられている、NATO の場合は。それを加えていくとですね うんまあ、NATO 基準というのも、えー、これが標準ではないんだけども、うん、そこに引き直すと日本の防衛予算は1.24%もうすでに1%超えてるんだっていうね、うんうん、そういう批判もないことはないんですね。はいうん じゃあこのあまりねこの比率で考えてみるっていうのは意味のあることでは私はないと思って足りてるのか足りてないのかっていうところを考えていくと圧倒的に足りりててませんはっき申し上げ例えばっていう点で言うとですねほとんど弾薬等々が供給されないために実弾での演習が全くできないという状況になってる。は うん、1点目としてね、はい、でそうすると実際にこれで、ね、いざ何かこう防衛しなきゃならない局面が迎えた時にですね、うん、果たしてできるのかどうなのかという問題もなる、うん、でそれからですね、まあ、自衛隊員の方のいろいろ話を聞いてみるとですね、うん、あのー、なんて言ったらいいんですかね日常生活レベルっていうのは非常にこう逼迫しているトイ,レット,トイレットペーパーも会社内のトイレのトイレットペーパーですね、うん、自腹なんですよ。<っ>自分で負担してるんですよ。 ああそうですかだから自衛隊の方はトイレに入るにあたってトイレットペーパーを持って入らないと要するに、えーえーね、対応することはできないとあそうでまあ一つとればそういったところまでですね、えー、全部切り詰められているという状況になっている。えー、先だってね海上自衛隊で、えー、横須賀のですね海軍カレーっていう <laughs> 商品があって。はい うん、あれを試食と称して食べちゃったあ批判されてはいるんだけれども、はい、食べるものがないっていうねだからあのついつい我々防衛費とか軍事費って言った時にね、えー、ミサイルの値段だやれ大砲の値段だと思いますけど結局その人件費だったりとかそれにかかる生活レベルのものおっしゃるように例えば食料だったりとか<え>、えー、日常のね寮生活をしているの,の支給品を まででで含めた時にトータルでどう見るかってことなんですよね今の話とか聞いてるとね。そうなんですね、うん、もちろんそのね装備品なんかも足りませんしそう,いう考えていくと現状ではまず大前提として圧倒的に足りないっていうことは、えー、ぜひご理解いただきたいなぁと思うんですよ。そで,、ね、でその一方で災害救助って何だってどん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 ,どん、ね、派遣されますからね。そうですね でしかもその日東非常に安い、ね、あの日東で抑えられてるという現状もある。うん、でそしてその一方でねやはりあのよく比較として出てくるのがドイツの例なんですね。はい、でドイツがですねやっぱり第二次世界大戦の敗戦国、うん、あるいは、えーまあ、ナチス・ドイツがですね、うん、第二次世界大戦を引き起こしたという反省に立ってですね、うんまあ、NATO の中においてももともと GDP の絶対額は大きいんだけれども、うん、それでもですねアメリカ等々から強い要求が GDP 対比2%を超えないとね、欧文の経済力に見合った、ちゃんとね、えー、まあ負担をしてないじゃないかって批判をされていても、かたくなにその1.5%ラインっていうのを守ってきた、はい、これやっぱり第二次世界大戦に対する私は反省だったと思いますよね。うんうん でこのドイツが、ですねやっぱりこのウクロシア軍がウクライナに侵略をしたことを受けて、うん、もうドイツとしては今後2、1.5%、ね、の枠は取り外しますよというところで方針を示して、国民もそれも支持をした、うん、というのは、もうリアルなリスクが、すぐそこまで別にロシアと国境を接しているわけではないけれども、うん、そういったリスクが出てきたんだということで、えー、戦後、大転換を遂げたんですよ。なるほど うん、じゃあ、翻って日本はどうかというと、うんえー、そのロシアとは国境を接してますよね。うん、で加えて、えー、北朝鮮はあれだけ、えー、弾道ミサイルを含めて、ね、バン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 ,バン、うん、ミサイルを飛ばしてきている、うんえー、尖閣をめぐって、うんえー、中国とは非常に緊張関係が続いている、うん、ヨーロッパ以上に日本の置かれている安全保障の環境っていうのは、うん、どん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 、表ごとに悪化している。 で圧倒的に足りない防衛予算このままで大丈夫なのという議論は、はい、当然出てきてしてからべきだと思いますねでは7時の時報の後そのあたりの話、えー、進めていきたいと思います七時ですあのラジオ機の皆さんのね例えばお子さん皆さんそうだと思いますけど誰とて自分の息子なり ね、え戦争に生かしたくない戦場に送りたくないという思いはどなたも一緒ですし紗和さん僕びっくりしたのロシアの中でもロシアの軍人の母の会の人たちっていうのがねなんかちょっと行動を起こしてた、えー、というのを見聞きして、うん、結局プーチン大統領もそこにはちょっと一定の理解を示してるみたいな話があって。 どっかでその人道的な部分という気持ちの部分とそれからおっしゃったじゃあ国を守るためには何が必要なのかっていうところの議論をしっかりとこう冷静に判断する力みたいなのを我々に菅さんの話聞いてるといるのかなという気はしますよね。 ですからね、外交とかその、ね、話し合いというのを否定するわけじゃないんですよ、うん、そこもしっかりやるんだけれども、やっぱり今回のね、ウクライナ問題から私たちが学ばなきゃならないのは、うん、やはり、えー、相手から見くびられたら、交渉していても、うん、要するに、えー、それは結果的にね、えー、相手をです、ねまあ、戦争の誘惑から抑えることはできないということなんですよ。やっっぱりしっかりしかと国をを守る力を整えた上でその外交 全力が傾けるいいいうことと私は必要じゃないかなかか思いますからね実際にまあ例えば北朝鮮からミサイルがあれだけ飛んできてても日本は強い非難を強い非難をすることしかできなくって、まあ、もちろん武力には武力でってわけにはここでいかないわけなんですけど結局、ね、ずっとそれに対してこういつまでもこの状況でいいのかってことですよね別に打ち返せってことではなくって。 そうですねですから、その説得であるとか要求だとか、うんえー、それをですねやっぱり力を持ってくるのはその背景にですね、うん、やっぱりそれなりに国を守る、ねえー、体制が整っていると、うん、相手から見くめられないような、えー、状況が整っているということを作っていくことも必要なんじゃないかなと、うん、やっぱりね、うん、そのドイツからそれを学ぶべきだと私は思いますけどね。 あの各、ね、曜日に出ていただいている解説者の方に聞いてるんですけど本当次の選挙みたいになってくるとこういったことが今まであまりし選挙の争点にもならなかったですし<の>、うん、そうなんですよ。うん、で逆に言うとです、ね、こういう、まあ、反対意見があってもいいと思うんですよ、うんねえー、今申し上げたことにね。はい、でただそういった議論をすることがなんかこう軍歌の音が聞こえてきたとかね。うん そういう議論をすること自体が、うんえー、そういう方向に誘導しようとしてるんだ、違うんだと、うん、まず議論して、私もですね何が何でも 2%GDP、えー、対比増やせと言ってるわけじゃなくて、うん、足りてるのが足りてないのか、うん、足りていないんだったら、うん、必要額だけは日本は今、財政的にです、ね、余裕が決してあるわけじゃない、必要額に対してはちゃんと積み上げていきましょうということを、うん、やっぱり議論すべきじゃないかなと思いますけどね本当、うんまあ、あのここにきて、例えば、ね、いつも社民党の福島さんはじめ、また強いメッセージ出しておられる。 共産党そうでしょうしあるいは立憲民主党を含めて、まあうん、どんなスタンスで向き合うのかというところを我々が見たところでさあ有権者としてどう自分の投票行動に起こしていくかということですよね。うん、そうですね、うん、確かにねあの一時的なこの感情でねまあ何て言んですか軍備をどんどん増強するっていうのは、うん、一定のリスクはあることは間違いないけれども、うん、ただどうなんでしょう。きっかけとして ねえー、つまりリスクがあるということが明らかになったんだからそのロシアという国に対してねもん元より中国に対してのリスクがずっとあったわけですけれども要するにそういった解決すべき課題があるのに何もしないというのはうこれはですね、えー、大きな責任を放棄だと思いますけどね、まあ、本当に明日は我が身というような状況でも日本は、ま、周りの囲まれてる状況はあるわけですからねそうですね。 変わりました。はい、えー、じゃ須田さんまた後ほど七時四十分頃から裏ネタのコーナー楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。しかし何か我々はもちろん平和の中にいて、はい、何度も言うようにあの自分たちの国を戦火に巻き込まれたくないね、自分の親しい人そんなことで失くしたくないって思いはこれ世界中みんな同じなはずなんですよね。その中で日本は一体どういうふうなスタンスで今後、うん、周りの国々と 向き合っていくのかあの改めていろんなものを今回ロシアのとウクライナの話から突きつけられたなという感じがします,ああす、ね、はい、おじきの今日の裏ネタです <music> さあ須田さんにですね取材の末に使いましたとっておきの裏ネタをいち早く教えていただくコーナーでございますでは須田さん早速今日の裏ネタお願いいたしますし参議院選挙有名人が擁立されるそのわけは,はい裏側語りますと はあ、6月22日に公示7月10日投開票と日程されている夏の参議院選挙なんですが、うん、昨日おにゃんこクラブの元メンバーでタレントの生稲晃子さん自民党本部で記者会見を行って東京選挙区から出馬することを表明いたしました、うんまあ、参議院選挙というとかつてタレントスポーツ選手の擁立話題になるんですけれども、うん、その裏側今日はスタさんに語っていただきましょうスタさんお願いします。 今回ね、うんえー、東京選挙区ということなんですけれどももともとねそのタレントさんであるとかスポーツ選手の方々っていうのはですね、うんえー、全国比例という、ねはい、かつての全国って言われてる方に、えーまあ、出馬されるっていうケースが多かったんですけれども、うん、でこれたまたま偶然そうなってるのか、えー、こういったねタレントさんや、えー、元スポーツ選手っていうのが出てくるのかっていうと必ずしもそうではなくてですね、うんあのー、それを、まあ、こういう 確認する政党はですね、まあ、ある種の特別な意図を持ってね、はいえー、こういった候補者の方々を立ててきているというのが実態なんですよ。うん でそれどういう意図があるのかっていうとですねえこれはね、えー、まあその理屈というかですねどういうシステムになってるのかちょっとよくわからないんだけれども実を言うとねはい、はい、で過去の経験則からしてですね、うん、過去のその選挙のですね票の出た,か出たか出方を見ていきますとね、うん、あのこういったパターンがあるんですよあの有権者の,の中でですね、はい、えー、まあ、候補者がですね、うん、名前と顔が 一致しただけで、うん、オートマティックに自動的にその名前と顔が一致した候補者に入れてしまうという人が、うん、全有権者のうち1%程度いるっていうね。人人人人にになおかつそういった方々は必ず選挙に行くと。 うん、いうことですからあの投票率によってちょっと差はありますけれども、うん、あのそういった意味で言うと1%とか結構大きいんですよ。1%大きいじゃ大きいですよね。うん、ええ、うん、つまり政策もね、えー、見ませんその人の性格もよくわからない見ません名前と顔が一致しただけで自動的に投票しちゃうっていうのが1%いる。へ<ー>それはどういう心理なんだろう,ろう顔と名前が一致したら。うん うん、あこの人知ってるわ知ってるわっていうことで知らない人に投票するよりも知ってる人に投票しよう。ね、あのその気持ちあありりりまますすよよねねねきっっっと知、ねうん、知らない人人ててるですからそういった、ね、過去の経験則っていうパターンをねやっぱり政党側も知っていますから、うん、だったらそういった人に出てもらった方が有利に選挙戦戦えるよねっていうことになってしまうんですね。うん でまあ、そういった意味で言うとじゃあなん今回東京選挙区で、まあ、生稲晃子さんという方なんですけれども、うん、あの実は東京選挙区ってとんでもない選挙区なんですよ。1回の選挙で6人に当選するっていうのもあるんですけれども、うんうん、トップ当選の人は過去見ていきますとですね、うん、100万票以上を取ってるんでですすよそうか、えー、あの前回選挙はですね丸川珠代さん<ー>114 その前は蓮舫さん<ー>112万票で,ですね<ー>という形でとんでもない、ね、得票数なんです,すごあほんま丸川玉さん114万3百十四万人の人が投票すごいね。<laughs> だからある意味で特殊なんですなんか全国比例みたいなのミニ版みたいな、うん、そういう選挙区になってしまうんですね。うん、あなるほど、うん あのですからねちょっと話をこ,こにそれるんですけども<然>そういった意味でですね全国比例で立憲民主党で、あのーね、あの辻元清美さん立てるっていうのは、はい、あそうきたかとつまり名前と顔は一致してるんじゃないですかあれだけメディアに出てきてあ,う、ね、うだある意味で、えーまあ、言ってみれば立憲民主党にとってみるとですね、うんえー、タレント候補みたいな扱いなな扱んですも考えたらこれ50万票とっても あの東京選挙区当選できない時あったんですね。これ。そうなんですよ。五十五万票と、やっぱこれ一票の格差の話とか話になりますが。それはいかに顔と名前知ってる方やっぱ大きいんですな。そうあ,ね、あのですから、私ね、あの過去、うん、聞いたことあるんですけれども。うんうん、あの小泉政権の頃、小泉純一郎さんが総理大臣だった時代に。うん、あの実はですね、今だから言えるんですが。うん、高原だ。うん、ね。ええー、きはい。 高野花関がですねまあ引退されたその直後にですね参議院選挙でどうだみたいなところがあったんですよ。で実は引退した次の時あの時ちょっと思い出していただくと分かるんですがちょうど小泉さんが総理大臣の頃に高野花関はですねあの「感動した」みたいな。武蔵丸との一番ねあった うん、もう人気は沸騰していくあの時の余韻がまだ残っているうん、うん、それを使ってじゃあ、えー、選挙に出たらどのぐらい取るのかっていうんで実は自民党は密かにですね世論調査やってたんですよ。うんうん、そしたら、ね、100万票以上えるん当<ー>、うん、須田さんお言葉ですけどねいやそれはもちろん高菜さん素晴らしい方ですけど、えー、ですよ。えー、とはいえそのほんまに投票に行動にやっぱりそれ結びつくんですかね いや,やっぱりねそこがさっき申し上げた名前と顔が一致してあともう一つ言えば好感度ですよ一方であれですよねあのもう別にもう誰になってもあれやったらもうそういう人に夢を託したいっていうのもあるでしょうしね。ええ。<ー>うん、だそれはいい悪いは置いといてもそれを使わないわけにいかないよねと。まあ今回イナさんどの程度票数を集めるか分かりませんけれども。イナさんねえっとね <laughs> 半年ぐらい前に一回インタビューさせていただいたんですよ。 はい。<え>あのー、あ<ら>それこそあのー、まあお体ご病気もされましたし、はい、でそれをこう克服されて、であのー、な,なんていうボトおにゃんことして僕らとしての年もねほぼ同じで同世代ですから親近感はしたさやっぱ僕ら世代ぐらいはあったりするんですよね。も<う>のすごくありますよ。あります。うもう私の青春はイクイのアクトと共にあったみたいな。 またまたいろんなアイドルにそれ言うてまへんか？言ってますねそれはね。高橋みなみさんの言葉なんかそんなこと言うてまへんでしたか？言ってました。おるあれあれ？高見なさんなんてほら AKB ですさあその総監督あれだけのグループをすごいカリスマ性で引っ張ったじゃないですか。いやあのすみません。声かかってる。声かかってるでしょ。 いや私そう思いません。だってね、うん、実を言うと、うんあのー、今だからこれも言えるんですけれども、うんうん、高見さんがまだ AKB48 の時代にですね、うんうん、総選挙っていう形でセンターを決めるっていうのがありました、<ー>今でもやってますけどね。その時にですねえーば 某内閣のがずばり名前を言ってしまえば飯島さんなんです飯島さんんなですがその方僕私親しいもんですから菅田さん総選挙を見に行きたいんだけどもチケットどうにかならないかなって分かりましたって言うんで手配したんですけどねどうしてって言ったらやっぱり選挙と言ったらさ君さどうやってあれが選ばれてるのかもしかしたら有力な候補者になるじゃないかみたいな。 そうなんだ。伊佐さん、そうなったら選挙スタッフに入るわけですか？いや、入りません。入れてくれませい, <laughs> <laughs> いや、でもこれ伊佐さん、いや一方でさっきおっしゃったように、その有権者の方もね、かつてはそのタレントだからみたいなところの今吉足ししもこれあるっちゃあるあるんちゃいますの一方で。いやーところがね、<ー>やっぱりそういうパターンがずっと続いているためにですね。うんうん あのただ先ほどちらっと申し上げたようにあの結局のところね選挙って意外と高感度で決まるケースが多いん,ですようんだからあの、ね、特にこれが国政レベルあるいは全国レベルになってくると、うん、そのだって一つ一つその政策面を検証してなんていうのは、うん、これなかなか難しいし。 まあやっぱりあの好感度っていうところで選ぶ方が多いんじゃないかなと思いますよね。まあそれこそポスターの写真一枚そうですけれども、やっぱりそこのところでクリーンなイメージ、爽やかなイメージ持ってる人は強いですよね。だからそういった点で言うと、私好感度ないから大きく不利でしょうね出たら、うん、まあまあそれはそうやと思います。あの僕の辺ですけれども <laughs> いや俺 <laughs> え何えそうそう別にそっちの興味ありますの？いや全くないです私。えー、まあね。 あの上泉さんと一緒にばかな話してる方が、ね、よっぽど賞になってますから。<laughs> あーだこだ言ってる方でも、ある程度、どうですかそのタレント議員という言い方も失礼です候補というのは失礼ですけれども例えばあ、ね、熊本から松野明美さん出られはったりとか一通りも出揃った感じですか<え>まだ各党、隠し玉持ってる感じですか。 いや、私ね、維新がなんかね、あるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。<ー>それはじゃあ早めに出さずに、あえてちょっと遅らせて発表するっていうパターンもあるんですか。そうだと思いますけどね。吉田さんがそういうってことは、きっと何人かお名前が入ってんねんな。なんね、と後でこっそりラインで教えてください。前田でした <laughs> <laughs>。ラインで、ぜひ裏側で、あなた話してください。じゃ、はい、吉田さん、また来週もよろしくお願いいたします。いますはい、ありがとうございまいした。